ディテンホーフェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す市場長。地域的には、シュバーベン地方最北端に属し、住民は、アレマン語に属するシュバーベン語を言語とするアレマン人が、西部、南部に多い。また、上部フランケン語に属する東フランケン語を使用する、フランケン人が、北部、東部に多い。この町は、 公式には28の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ゲッテルドルフ地区のメトラ派の荒れ地、メトラ派は、ミトリアエクに由来する。名前の元になった川は、メトラ派の荒れ地から流れ出しているのだが、トンを2つ連ねた、メトロックのスペルで表記される。その周辺には、以下の2つのものがある。 d ホーフェンの議会は20議席で、これに主張が加わる。図柄、銀字。緑の大地の上で、青い服を着て、金のカバンを持ち、金のブーツを履き、黒い帽子をかぶって、金のホルンを吹く牧人。地元のスポーツクラブとして、t b e 1 9 0 9 d ホーフェンがある。アンメルンドルフをスタート地点とする、ビーバートタールマラソン大会が、毎年1回開催される。 この町内のコースは、自転車道や林道を利用した平坦で、スピードの出やすい箇所となっている。2回の大きな方向転換を経て、アンメルンドルフ方面へ戻っていく。このマラソン大会では、フルマラソンの他にハーフマラソンと 10km の競技も行われている。ありがとうございます。